さあ後半戦開始まもなくとなりまして、両チームフィールドに戻り、これより後半戦再開の時を迎えます。前半を終えまして、翔英が5つの立ち上がり重ね35点のリードを奪っている形で現在試合の主導権を握っております。三重としては何としてもこの後半第3クォーターで得点を挙げまして、試合の最終クォーターまで持ち込みたいという状況にありますが、さあそれを振り切りまして、翔英このまま試合を決するでしょうか。まもなく後半戦再開となります。後半戦は翔英のキックオフで試合再開する形になります。さあ三重リターンに入った。リターンは81番右サイドラインを駆け上がるように自陣35ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃に変えます。のキックオフで試合再開、三重ファイアーバードリターナー81番フル信玄選手。リターナー81番はフルでした。15ヤードのリターン、三重ファイアーバード自陣36ヤード。このハーフタイムの間に三重ファイアーバード突破口となるプレーを見出すことができたでしょうか。三重ファイアーバード自陣36ヤードからファーストダウン10。さあまずオプションプレーから入りました。ハンドオフフェイクでクォーターバック自らキープを展開しようというところでしたが、これを翔英見事に対応しましてノーゲインとしています。使用プレーを試みましたが、翔英ブレイザーズ97番見事対応しましたのは天馬圭介選手のタックル。翔英97番の天馬ノーゲイン。三重ファイアーバードセカンドダウン、三重ファイアーバードセカンドダウン10。不成功。クォーターバック9番左奥展開していたワイドレシーバー81番にロングパス、これを81番競り合いながらなんとかキャッチ試みましたが、しかしパス不成功となりサードダウンに変わります。ミエファイアーバードセカンドダウン、失礼いたしました、サードダウン。ファイアーバードサードダウン10。ショットガンフォーメーション、レシーバーを4枚配置しました。さあ判定どうか、インターセプト、ターンオーバー、パスインターセプト、攻守交代。ここでパスプレーにより突破を図りましたが、三重ですが、しかしそれを取ったのは翔英ブザーズ6番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、選手がキャッチ、ここで攻守交代、攻撃権変わりまして翔英に変わります。見事攻撃ラッシュを図る形に成功しました。インターセプトを決めたのは翔英ブザーズ6番の高倉です。さあ攻撃権を取り返しました翔英の翔英、相手陣42ヤードからの攻撃に入ります。翔英ブレザーズファーストダウン10。これは見えないディフェンス。翔英まずドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投じようとランニングバック29番にハンドオフしましたが、これを見計らいまして三重73番50番が殺到し大きくロスを奪っております。見事対応しましたが三重ファイヤーバード50番のロー、そして73番の清水です。翔英ブレイザーズセカンドダウン、翔英ブレイザーズセカンドダウン15、セカンドダウン16に訂正します。パス不成功、
クォーターバックにはプレッシャー殺到する中、これをかわしスクランブル数かと見せかけて奥に走り込んだ1番にパスを投じましたが、動きながらのためパスの精度を乱れましてパス成功となっています。しかし鮮やかなフットワークを見せておりますのはクォーターバック2番の山西です。この選手の加入が省エイ・ウェザーズ復活、そして2部昇格を決める原動力となりました。ショーエイブラズ3番16、パス単獲得まで残り17ヤード。さあここでどのようなプレーを投入するでしょう。ここでドロープレーを投入、パスに見せかけまして何人バック29番にカウンタードローを投入しました。一気に相手の裏を突き中央突破して攻撃権突破を図りましたが、しかしこれは三重も対応しましてフォースダウンに変わります。ここは三重素晴らしいディフェンスでこの攻撃を3アンドアウトに止めようとしています。ショーエイブレザーズフォースダウン、ショーエイここは確実にパントフォーメーションを選択しました。ここで翔英にトラブル発生、センターのスナップが手前にいたブロッカーに当たりましてスナップが大きく狂いました。パンターなんとかそれを拾い上げプレッシャーくる中蹴り出す形になりましたが、結果的には三重ファイヤーバード陣30ヤード付近で攻守交代となっています。これは翔英も素晴らしい対応し、翔英パンター素晴らしい対応をしました。しかし三重もインターセプトによって失いました攻撃権を結果的に取り返す形に成功しています。さあ後半2回目の攻撃シリーズに入る三重ファイヤーバード自陣29ヤードからファーストダウンテン。さあまず三重もランプレーから入ります。ナニバックにハンドオフしまして右オフタックル付近に投入しました。キャリアが83番、ゲインは約1ヤードほどにとどまっております。83番森博樹選手の中央プレー、キャリア83番は森、タックルしたのはショーエブレイザーズ97番千間圭介選手、1ヤードのゲインにとどめています。三重ファイヤーバードセカンドダウン、ないセカンドダウン、これは翔英ナイスディフェンス。三重クォーターバック9番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、すかさずここを翔英43番がプレッシャーかけまして結果的にパス不正、プレーをノーゲインでとどめております。見事な対応をいたしましたのは翔英ブラザーズ43番の三上でした。三重ファイヤーバードサーダウンラインに変わります。パス3獲得まで残り9ヤード、不成功、パスインコンプリート、クォーターバック9番構えましてロングパスを投じましたが、しかしワイドレシーバー7番とのコミュニケーション合わずパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。イエファイアバードフォースダウン、三重ファイヤーワードフォースダウンパントフォーメーションを取りました。さあリターンに入ります。26番ボールをジャッグルしましたがこれを抑えて左オープン展開を図り
ここで攻守交代。時々42ヤード地点を確保し攻守交代となります。攻撃権は昭恵ブレイザーズに変わります。昭恵ブレイザーズ自陣42ヤードよりファーストオンテン。攻守変わりまして昭恵の攻撃に変わります。昭恵自陣42ヤードからファーストオンテン。ここでホイッスルが鳴っております。現在チェーンクルの調整のため、現在レフリータイムアウトが取られています。試合再開です。昭恵自陣42ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック2番ワイドレシーバー8番にパス。8番タックル受けながらこれをステッフアームで外し自陣約8ヤードのゲインとしています。8ヤードのゲイン。昭恵ブレザーズ力強いキャッチラン決めましたのは昭恵8番の川端でした。昭恵セカンドダウン3、ボールオンは自陣49ヤード。昭恵ファーストダウン。ここで昭恵はランニングバック32番にハンドオフ。32は右オープン展開しました。攻撃権更新です。昭恵ファースト見事この状況攻撃権更新を図りましたのはランニングバック32番の野田でした。敵陣46ヤードよりファーストオンテン。昭恵相手陣に入り相手陣46ヤードからファーストオンテン。ナイスファースト。昭恵ここでオプションプレーを展開。ピッチを受けた32番右オープン展開し相手タックル弾き飛ばし攻撃権更新です。昭恵ブラザーズファースト見事な攻撃権更新のランを出しましたのはランニングバック32番の野田でした。昭恵ブレザーズ敵陣24ヤードよりファーストオンテン。昭恵相手陣24ヤードからファーストオンテン。反則が発生しております。マークマーカー反則が発生している模様です。ここで昭恵は鮮やかなタッチダウンパスを投じたかに見えましたがここでイエローフラッグ反則が発生しています。この反則は果たしてどちらのチームかまもなく審判団からコールされます。ダンフィールドの侵入オフェンス69番5ヤードのペナルティーファーストダウン。
オフェンスの反則です。無資格レシーバーのダウンフィールドへの侵入の反則です。オフェンスチームにはパスコースに出れる選手に制限があります。このパスを取ることができない選手はパスコースに出てはいけません。この反則が発生しましたことにより5ヤード抜体となります。したがいまして先ほどのタッチダウンプレーは無効となり5ヤード下がりファーストダウンやり直しとなります。先ほどのタッチダウンは取り消しとなります。ショーエブレザーズファーストダウンを繰り返します。ショーエ仕切り直す形で相手陣29ヤードからファーストダウン15で試合再開です。パス成功。クォーターバック2番左にいましたワイドレシーバー17番のヒチパス、短いパスをキャッチアンドランさせまして17番約10ヤード以上のゲインとしています。見事キャッチアンドランで状況打開を図りましたのはワイドレシーバー17番の安藤でした。ショーエブレザーズセカンドダウン、ショーエセカンドダウン4、失礼セカンドダウン3に訂正いたします。さあ振り切った、タッチダウン、タッチダウン、ランニングバック32番、ショーエここでランニングバック32番にハンドオフ。32番相手ディフェンスを振り切るように右奥に展開、そしてタックル受けながらそれを弾き飛ばしてエンドゾーンになだれ込んでタッチダウン、トライフォーポイントになります。ショーエ6点追加となっています。見事力強いランでタッチダウン重ねましたのはショーエ32番の野田でした。ショーエトライフォーポイント、このキック決まりまして1点追加、ショーエブザーズ42点、ミエファイヤーバード0点、その差42点となりまして、試合が展開しております。ここでジュニアトーナメント の, 特別、のローカルルールをご紹介させていただきます。両チームの得点差が30点以上空いた状態で第3クォーターを終えますと、そこでコールドゲームという形に変わります。現在その得点差42点ですので、三重としてはこの12点をなんとか残り時間で取り返すことが求められます。先ほど得点を挙げましたショーエブレイザーズのキックオフで試合再開。状況としましてはこの残りの時間でタッチダウンを2つ重ねることが求められるわけですが、さあ果たしてこれが果たせるでしょうか。ショーエブザーズのキックオフで試合再開です。さあ三重リターンに入る、しかしショーエもカバーよく三重自陣30ヤード付近からの攻撃となります。ショーエブレザーズのキックオフボール、三重ファイヤーバードリターナー81番フル信玄選手5ヤードのリターン、三重ファイヤーバード自陣31ヤードよりファーストアンテン。三重ファイヤーバードファーストアンテン、中央へのランプレー、ランニングバック83番にハンドオフしまして約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。83番は森です。森弘樹選手の中央プレー1ヤードのゲイン、三重ファイヤーバードセカンドダウン、三重ファイヤーバードセカンドダウン9。パス不成功、パスインコンプリート、クォーターバック9番ワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、このパスタイミング合わずパス不成功でサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン、ファースト獲得まで残り9ヤード、
三重ファイヤーバードサダンナイン。クォーターバック9番オプションプレーで自らキープ。ミエファイアバード、クォーターバック9番突破を図りましたが、しかし攻撃権更新に至っておらずフォースダウンに変わります。3ヤードのゲイン。ミエファイアバードフォースダウン。ミエファイアバードフォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。昭栄陣37ヤード付近で攻守交代となります。ファイアバードフォースダウンの攻撃、パントを蹴り攻撃権を放棄。攻撃権変わりまして昭栄ブレイザーズの攻撃に変わります。昭栄ブレイザーズ自陣38ヤードよりファーストアンテン。昭栄自陣37ヤードからファーストアンテン。さあここでランプレーを投入しました。ランニングバック29番に反応しまして約8ヤードのゲインとなっています。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終了です。大会規定により第3クォーター終了時に35点差がついておりますのでコールドゲームとなり、ここで試合を終了いたします。ここで得点差が30点以上ありジュニアトーナメント大会規定ローカルルールによりここで試合終了となります。3にありましたように第3クォーターで試合終了になりまして、昭栄ブザーズ42点、三重ファイアバード0点で昭栄の勝利。昭栄3回戦進出となりました。コールドゲームにより試合終了。昭栄ブレイザーズ42点、三重ファイアバード0点、勝利は昭栄ブレイザーズです。皆様両チームの選手に温かい拍手をお送りください。三重残念ながら3クォーターで終了という形になりましたが、しかし素晴らしいプレーを見せてくれました。ナイスファイトでした。勝ちました昭栄ブレイザーズは次回6月8日土曜日王子スタジアムにて大阪ガススカンクスの試合があります。対しまして三重昭栄ブレイザーズは失礼いたしました、三重ファイアーバードは6月30日日曜日 MK タクシーフィールドにてリードエフォートエールズとの試合があります。皆様お誘いの上ふるってご観戦ください。昭栄も今季より X2 復帰となりました。その皮切りの一戦見事に行いました。も期待したいと思います。ナイスゲームでした。両チーム秋に向けての前哨戦も兼ねたこのジュニアトーナメント2回戦、本日はご来場誠にありがとうございました。しかし白熱したプレーを見せてくれました。ナイスゲームでした。お手回りのゴミなどは近くのゴミ箱に捨ててくださいますようよろしくお願いいたします。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。
それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みゆる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に、あの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信ここで一旦終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。また冒頭配信が必ず申し訳ございませんでした。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その、本日の配信を実施いたしましたのは私道楽屋リチャーでした。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。またこの後に行われます交流戦も配信させていただきます。それでは失礼いたします。 Thank you.